プラットフォーム登録有形文化財に登録されているホームウアやン鉄奥山線のガードアート金指し駅は静岡県浜松市北区稲佐町金指しにある天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線の駅である稲佐町駅にある唯一の鉄道駅である島式ホーム一面二線を有する地上駅北西寄りに駅舎がある駅の南側には保線車両などを留置する側線があり 駅の西側で分岐する。1964年までは南寄りに、遠州鉄道奥山線のホームがあり、連絡する古戦橋も存在した。夜間大白の運用もある。友人駅である。高架貯水槽、上屋及びプラットホームが、国の登録有形文化財として登録されている。当駅は、浜松軽弁鉄道の駅として開業した。 同社線は1914年に東駅から元城駅まで開業し、南は縁鉄浜松駅、北は奥山駅まで路線を延長した。1915年に浜松京弁鉄道は浜松鉄道に社名を変更し、その後演州鉄道に合併し、路線は奥山線となった。しかし、奥山線は1964年に全線が廃止された。 1938年に国有鉄道二股再線が当駅に乗り入れ、浜松鉄道と交差することになった。このような場合、通常は新たに開業した線が昔からの線をガード等でまたぐのだが、二股線が東海道本線の非常重回線と考えられていたためか、浜松鉄道がガードを作って二股線を越えることとなった。このガードはコンクリート製のもので、 前後の築堤は撤去されたものの、2009年11月現在も、当駅製法に残っている。遠州鉄道天竜浜名湖鉄道駅の周辺は住宅地である。近年の乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。